ゾルフェアイン炭鉱業遺産分は、ドイツのノルトベストファーレン州エッセンにある産業遺産である。ヨーロッパ産業遺産の道のアンカーポイントの一つであり、2001年にはユネスコの世界遺産に登録された。この施設群での炭鉱業は1847年に、 見られ始め、最短は1851年から1986年12月23日まで行われた。1950年代後半からの数十年は、この施設群の2部門である、ソルフェアイン炭鉱とソルフェアインコークス工場は、この種のものとしては、ヨーロッパ最大のものであった。1932年に開かれた、 バウハウス様式の第12採掘工は建築上からも技術上からも傑作と呼べるものであり世界で最も美しい炭鉱との評価を受けているソルフェアイン炭鉱はデュースブルク生まれの起業家フランツ・ハニエルによって設立されたものであるハニエルは製鉄業のためにコークスを探し求めていた彼が カタンベルク地方のシェーネベックを敷掘してみた結果、そこに膨大な石炭層が眠っていることが明らかになった。この石炭層は1834年に結成されたドイツ関税同盟にちなんで後にソルフェアインと名付けられた。1847年にハニエルは天然資源採掘を目的とするプロイセン独特の企業体である。 ソルフェアイン工業会社を設立し、新会社の株式を家族や該当地域の地主たちとの間で分配した。第一採掘校の掘り下げは1847年2月18日に始まり、最初の石炭が地下130メートルで発見された。最初の本格的な採掘は1851年に始まり、 第2採掘工も1852年に開かれた。両採掘工は、視覚的には、同じ石塔に特徴付けられており、マシンハウスを共有していた。このコンセプトは、後の総採掘校式炭鉱の多くで受け入れられた。1857年には、コークスの生産のために積み上げた木炭を用い始め、1866年には、 近代的なコークス炉や機械炉を使うようになった。1880年に第3採掘口の掘り下げがシェーネベックに隣接する場所で行われた。この採掘口は螺旋状の塔として鉄骨が採用され、1883年に開かれた。1890年までに3つの採掘口からは100万トンが産出されており、 ソルフェアーインはドイツの全鉱山の頂点に立った。19世紀末揚から20世紀初頭にかけてルール地方での石炭、製鉄業が栄えるとソルフェアーインも大きく伸長した。1891年から1896年の間に第4、第5の総採掘工がヘスラートの教会に建てられた。この2つの炉は 石炭採掘、甲府たちの輸送、換気などのための特殊なシャフトを採用しており、コークスロも備えていた。1897年には、第6採掘工が開かれた。1897年までの何年にもわたって、ゾルフェアーインは、校内の換気場の問題から、爆発性ガスによる被害を受けてきた。こうした問題を解決するために、 既存ののの採採掘掘そばに換気専用の採掘工を開けるこ,とになったこうして、1899年には、第3採掘口のそばに第7採掘口が、1900年には第、第1、第2採掘口のそばに、第8採掘口が、1905年には、第6採掘口のそばに、第9採掘口が、それぞれ開かれた。その後何年も、 継続的な改良と、さらなる慎重が見られた。第七、第八、第九採掘工の建設後に、旧式の第一、第二採掘工は刷新された。石塔の一つは解体され、近代的な鉄骨製に変えられた。1914年にはかつて通気口としてしか、使われていなかった第九採掘工に、第十採掘工と、新しいコークス炉が開かれた。 第一次世界大戦前夜には、ソルフェアインの産出量はおよそ250万トンに、上っていた。赤い鉄骨トラスを取り入れた典型的な、バウハウス様式の、第12採掘口のボイラー室は現在では、中が、レッドドット、デザインミュージアムになっている、第一次世界大戦の後、1920年からは、 周辺の炭鉱と連携して維持と発展が図られた。そして第4、第5の総採掘鉱の更新のため、1927年までかけて第11鉱が追加された。1928年に入ると中心となる鉱を建設し、採掘量を増加させることが決定された。建築的にも技術的にも一流の施設を目指し、 設計が建築家フリッツ・シュップとマルティン・クレマーに依頼され、当時影響力があったバウハウスの考えに沿ってデザインされた。1930年に建設され、1932年に稼働を開始した第12採掘工の2本の足をユースヤグ櫓は最も近代的で世界一美しいと言われており、その後のラの模範となった。 こうして発展した炭鉱には、1937年に、全体で6900人が従事し、産出量が、計360万トンに達した。第二次世界大戦による被害は少なく、1953年には、産出量が240万トンに回復している。その後も、施設の改修が進められ、1961年には、 西側の用地で新たなコークス工場が創業を開始した。1日に1万トンの石炭をコークスにする能力があるヨーロッパ最新鋭の施設であったが、後にヨーロッパの鉄工業が衰退し、コークスの需要が減少したため、1993年7月末で停止されている。1968年からは経営が ルール石炭会社に移され、創業が継続された。しかし、1983年に創業を停止する方針が決定され、1986年12月23日を最後に創業が止められた。その後も創業が継続されたコークス工場も、1993年に停止されている。 ソルフェアインスクール1986年の創業停止の後、ノルトベストファーレン州が跡地を購入し、全体を産業遺産として保護の対象とし、用地の整理を開始した。当初予定した整備は1999年に終了し、2001年からは財団を設立して維持に当たっている。そして、2001年12月14日に、 ユネスコの世界遺産に登録された。その後は、世界遺産としての整備が進められ、ルール地方の産業遺産ルートの重点地区とされており、ヨーロッパ産業遺産の道のアンカーポイントにも、なっている。整備の一環として、旧ボイラー工場が、ノーマン・フォスターの設計によって改修され、1997年から、州のデザインセンターとして使用されている。また、 2006年には、隣接地に、瀬島和代と西沢達江によるユニットであるサナーが設計した、デザイン学校のソルフェアインスクールが完成し、その形から、地元で、ソルフェアインクブスと呼ばれている。なお、デザイン学校の生徒が、予定通り集まらなかったため、建物の大半はまだ利用されていないが、教育施設としての活用が検討されている。 2010年にエッセンが欧州文化首都に選ばれたのはこれらの成果が貢献している。また同年にはソルフェアインスクールを設計したサナーがプリツカー賞を受賞している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。